えー、今日はですね朝は軽井沢にいまして軽井沢からあ東京帰ってきて仕事してましたえー、途中でね伊勢崎市にもよってね伊勢崎市って行くの初めてだったんですけど小麦のどれ伊勢崎店が、えー、トロノマバスクチーズ選手権というねあのバスクチーズケーキを売ってるんですけれどもこれの、えー、一定期間内のですね販売個数ランキングで3位になったんでそのト,トロフィーを送りに行ってきたんですけれども 高崎駅から30分ぐらいのところにあったところに持って行きました。なかなか超絶レアな体験だったんですけれども、はい、えー、昨日のカえっと、軽井沢、えー、一つはカーリングの試合を見に行くということで、なんか世界選手権シリーズみたいなのがあってですね、そこで軽井沢のチームかな、日本代表のチームも出ていて、えー、ロコ・ソラーレ。 チームですかねロコ・ソラーレの女子のチームですねが出てたんですけれども残念ながら、えー、準決勝で敗退してしまいまして、えー、韓国代表対、えー、カナダ代表の試合を見てまいりました。それはねななかなか 軽井沢のカーリングのリンクが5連あって、えー、要は同時に5試合できるんですけれども、まあ、あの実際に表情で見ると、ですねまたなかなか違った観客席少ないんですけれども、一応日本のロコ・ソラーレが、えー、優勝しそうだということで、ですね最終日の,そのチケットは完売だったらしいんですけど、まあ、とはいえ何十席とかのレベルですけれども。 えー、たまたまネット配信をね僕の元部下が軽井沢に住んでてやっていたりとかまあいろいろご縁がありましてですね、えー、行ってまいりましたであの表情の、まあ、チェスと言われてるぐらいですねこのルール、まあ、オリンピックの時に毎回毎回みんななんか、えー、なんとなく分かってなんとなく忘れるみたいな感じだと思うんですけど僕も同様でですね最初多分見たのバンクーバーのオリンピック行った時に一回見たと思うんですけれどもえー その時からですね、まあ、結構忘れてることもあってあとルールの変更もあったりとかしてですね、えー、1回に、えーとね、8ターンあってオリンピックだと10ターンあんのかな、えー、そして先攻後攻が入れ替わってストーンを1 0個だっけ12個だっけ投げるという、えー、それが、えー、続くんですけど、えー、勝ったら先攻になるんですよね。 勝ったら攻守が入れ替わって、勝ったらっていうか、その1点以上入ったら、攻、え、守、ー、が入れ替わるようなシステムになってるんですね。なので、その、点差が、こう、拮抗してると、例えば同じぐらいの点数だと、最後に、最後のストーンって、まあ、ある程度プロというか、その上位の選手だと思ったところに投げられるので、 あの要は点を取る方っていうのは真ん中の中心円に一番近いチームが点を取るんで、えー、一番最後に投げる方がそれは有利なんですよね大体。なので最後に後攻に回るのが大事でまあそんなことをやっていたんですけれどもそこに至るまでにいろいろルールがあって例えば、えー、円の中に入ってなくて、えー、中心線に かかってる、えー、ストーンは5投目までは動かせないとか、えー、なんかいろいろ細かいルールが決まっていたのと、僕結構びっくりしたのは5年ぐらい前から、その、曲がりですね。あの、石にストーンに回転をかけて、ある程度自由にあの、スイーパーってやつで、あの、モップみたいなやつあるじゃないですか。あれで、あの、 曲ががりをあるる程度コントロールでできっってことがさ実は最近分かったそうなんですよね昔はあの道具っていうのはスピードのコントロールとかあの曲がらないようにするために使ってたりとかしたらしいんですけどある時から自由にどうやらこのチームは曲がりをコントロールしてるらしいというのが分かってそれでレギュレーションが変わりまして、えー、今やあの国際大会で使われるあのモップはあの同じ布が使われてるんですね。 あの布の性質によってなんか縦の線をあのアイスの上にかっつけると曲がりがこうきつくなるとかなんかそういうような,なんかいろんな現象があるらしくてそれをみんな自由自在にあの操りながらですねあのストーンをこう投げる人がこう手放す時にちょっとした回転を右とか左の回転をつけるんですよね。 その,その順番で決まるわけで最終的に一番真ん中に自分たちのストーンがついてなきゃいけないんだけどあの1点でも取ると先攻になっちゃって後攻になれないし8投目に後攻になってた方が有利なんでその組み合わせを頭の中で脳内シミュレーションしながらだからなんか1点取らされるっていう現象があったりとかするらしいんですよね。 だから要は相手チームが1点取らざるを得ないような最後の投げる高校のチームが1点取らざるを得ないようにするように投げたりとかするのがまあそういう状況を作り出すのが大事だったりしてこれ引き分けだと0対0とかもう石が1個も入ってないような状態まあ要は円の中に誰も石がなかったら0対0になるんででも1個でも入ってたら1点取らされちゃうんですよねみたいなところのえ駆け引きとか だからなんか、今回軽井沢の試合は、なんか軽井沢って将棋の棋士がなんか住んでるらしいんですけど、その将棋の棋士の人たちがなんか、こんな感じで手を読んでるみたいなことを生配信で、ね、YouTube の生配信で言ってたりとかするらしいんですね。だからなんかちょっと、ある意味知的なスポーツで、 その司令塔に当たる人たち、スキッパーっていう人がすごく大事で、そのスキッパーがこういうふうにやってくださいっていうふうに言ったところに、他の人たちはストーン投げると。で、ストーンも8エンドあったら、だから1人4人チームなんで2回ずつ投げなきゃいけないっていうレギュレーションがあったりとか、 まあなんか知れば知るほど結構ハマる人はハマるみたいなんですね。ただ、そのね、東京とかにはね、あの、常設のコートがなコートというか、リンクがなかったりとかするんで、まあその辺はね、なかなか普及への壁にはなってるんですけど、まあ例えばアベマ t v とかで、えー、カーリングのね、えー、リーグ戦とかね、そういうのが始まったら結構盛り上がりそうな気もしなくもありませんでしたということで、 今度ねホリモンチャンネルかなんかで一回実際にそこで試合をしてみようかなんて話もしてたのでちょっと楽しみではありますということで今日はこの辺で終わりたいと思います。いっってらっしゃい